世はまさに「根の刻一時過ぎ」「佐野屋の上も下も眠りほうけてこの地に飢えた侵入者に気のつくものもありません」「くせ者はしばらくたじろぎましたがやがて思い定めた夜ボでドキドキする脇差しをずいっと伸ばしました」「たったそれだけですべてのことが解決するのです」布団かからわずかに片面を そしてすやすやと寝息を立てているお吉その上品な反面は美しくも高豪しいものでしたがくせものの刃はもとよりそんなことにためらうはずもありません次とついて出た刃お吉は見事のど笛を縫われたかと思いきやくるりと寝返りを打って床の外にピクリと座りました明らかに万事を承知して このの襲撃を待ったのです。続くくせ者の,の第二の襲撃お吉はわずかにその栄誉を避けてくせ者の,の手首をぴたりと押さえましたあ違ったセせ者が驚いたのも無理はありませんお吉と思った娘は全く違った人お吉といくらかは似ておりますが色の浅黒いもっと知的でもっと狂犬でそして四つも年上のお美の。 池田大輔の助手の便称無比なおみのと変わっているではありませんか。くせ者は早くも罠に落ちたことを悟ったらしく身を返して逃げようとしました。が、からかみを開けるとそこには池田大輔の苦い顔が地獄の底までも見通した予防に冷然と立ちふさがっているのでした。もう覚悟してよかろう。何もかもみんなわかってしまったのだ。大輔は 者と対して冷たくこう言い切ったのです。せ者はキリキリと歯を噛み鳴らしましたが次の瞬間身を返すとパッと3月の町の闇へひきのごとく飛び出してしまったのです池田様源太が縁側から顔を出しました放っておくがいい娘殺しの罪は裁く方も良い心持ちではあるまい池田大介は半分は これを目で制して床の上に決まり悪そうに置きなおるおみのに相対しましたご苦労であったな美の。なるべくお前を使わないようにしているが今度は少し手が込んでいて下手人は分かっているくせに縛りようがなかったよ池田大介はお吉の身代わりになってこの冒険をやり遂げたおみのをねぎらうのでしたくせ者は誰でしょう池田さん 元太にはまだ何にも分かっていない様子です。明日になればわかるよ。それよりお鈴とお吉を呼んでいろいろ細かいことを聞くとしよう。池田大輔はひどく落ち着き払っております。そのあくるい終わりや残気奥にのしがいは月上に浮かび上がりました。言ってるからはどうしたことでしょう。何にも。 分かっていないらしい源太と千太郎に対して池田大輔はこう説明してやるのでした「あの終わり屋の御家は自分の産んだ娘のお吉をさいなみ続けてママ子のお鈴を可愛いがりすぎた」「近所の評判はこの上もなく良かったが私はそれを変だと思ったよ」「中年者の,の女は用意のことではあんな心持ちになれるものではない」「もう一つ どんなに若くて丈夫な娘でも自分の枕元で雨戸を釘付けにされるのを知らずにいるだろうか何にも知らずにいたとすれば雨戸の釘は前から用意されたものだ多分気長に霧で穴を開けていざという時その穴に釘を落とし込めばよいようにしていたのだろう2人の娘は焼き殺されかけたが つけ火をした者は恐ろしく細かく工夫を凝らして二人のうちの一人は飛び込んで救い出すような筋書きをこしらえていたのだ残されたお吉は焼き殺されるはずだったがお吉は思いのほか起転が利くのと窓の格子が弱かったので危うい命を助かったに違いあるまいくせ者は最初からお吉を狙っているのだよお吉はお国の産んだ娘ということになっている お吉は色っぽい娘で町内の建具屋の三つ五郎鎌倉町の出店の一松などは執念深く追い回しているが利口者のお吉はどこへもなびかないで早いところ下死には誰でしょう元太はたまりかねて聞きましたお国だよあの虫も殺さないように見えたお国が離れを釘付けにしてお吉を焼き殺そうとした上それをしくじると 黒でで乗り込んできたのだ自分の産んだ娘を殺すためにいやお吉はお国の産んだ娘ではないえ奥お国は恐ろしく知恵の回る女だが娘たちが3つになる時夫の小左衛門に死に別れるとすぐ江戸にやってきて見知りの者の,のないところで2人の娘を入れ替えたのだお鈴はママ子ということになっているが 実はあれはお国の産んだ娘でお国の娘と思われていたお吉は実は繊細の娘だったのだそれは大変なことですね池田様これは間違いのないことだ娘を取り替えておいたから自分の産んだ娘をかわいがってママ子をいじめさえすれば世間はやんやと褒めたのだ恐ろしいことっすねまったく女の悪だくみの恐ろしさは 不気味なほどだところでママ子を可愛がるという評判の立ったお国にも困ったことが起こったお鈴とお吉の見知り人この世でたった一人の怖い人間名古屋の本店の支配をしている亡くなった主人の弟の小平が近いうちに江戸にやってきていよいよ終わり屋の跡取りを決めることになった幼顔を知っている小平が江戸へ来れば お国の細工は一にバレてしまうそこで大急ぎで本当の跡取り亡くなった女将の娘のお吉を片付けようと考えたんだろうなるほどね女のたくらみは深い前々から用意して雨戸に釘を打ち込み参謀から火をかけたのよ入り口から入って危ないところでママ子を助けるその ママことを見せたのはお国の本当の娘だから面白いではないかあの時お吉はやけしのはずだったが起点の聞いたお吉は窓越しを破って飛び出したそこで第二段の工夫に取り掛かってお吉を殺す気になったのだろうへえ恐ろしい女ですね名古屋からはもうおじの子兵が江戸への旅に出ている大急ぎでお吉を亡き者にしなければ13年の間 磨きに磨いた自分のもくろみはいっぺんに泥のように崩れるなるほどね源太は勘に耐えてしまいました自分のことママ子を入れ替えて世間からママ母の手本のように言われたおにの悪知恵のたくましさに肝を潰してしまったのです全く驚きましたねそれほどの悪知恵にも少しばかりの手落ちはあったよ 火事に焼け出されて命からがら助かったにしては親子三人とも身なりがきちんとしていたことだそれからお鈴は母親に似ぬ人のいい娘でお吉のことを心配して私へ助けてくれと言ってきたと聞いたらあの母親の鬼のような心も少しは鈍ったかもしれないがそれを知らせる檻のなかったのは惜しいことであったよ池田大輔は つくづくづそういういのでしたところでこの先はどうなるんでしょうお吉とお鈴はあの通り仲がいいから母親の悪だくみさえ教えてやらなければ二人はうまくやっていくだろうよ。もっとも終わり屋の本当の跡取りはお鈴ではなくお吉だということだけは教えてやらなければなるまい。池田大輔はこの役目をどうしたらうまく果たせるか。 それを苦労している様子です。野村古道作、池田大輔取物全集第1巻より、渦中の娘、この作品集は1954年に刊行されたものです。読み切り